こんにちは、ひよです。今現在僕広島市、東広島の、東広島芸術文化ホールクラーレに来てます。というのも、模型展示会ここでやりますんで、その様子をお届けしたいなと思ってます。よろしくお願いします。Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there?Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there?Searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time.Take you there.ということでいかがだったでしょうか。個人的にはもちろんすごいかっこいいなとかかわいいなとか綺麗に仕上がってるなっていう作品いっぱいあったんですけど、その中でも特に2つ個人的には取り入れたいなと思うものがあって、1つ目はガール系のプラモデルのポージング、2つ目はカラーモジュレーション、フィルタリングですね。そういった表現の方法について具体的にお話しできればなと思います。ガール系のプラモデルに関しては今現在モビルドルメイ組んでるんですけど、こちらですね、モビルドルメイ組んでる最中なんですが、どうやって作品を見せたらいいかっていうのをすごい実は悩んでて、そういうのを非常に参考になる作品たくさんありました。フレームアームズガールだったりチトセリウムだったりたくさん作品あったんですが、そういったところのポージングを見習いたいなというふうに思いました。男の子が典型的に好むようなロボットもののすだちとはまた別にその女性らしさっていうのを表現するにあたって、そういったガール系のプラモデルのポージングっていうのは非常に参考になるなと思いました。それをもとに僕も今モビルドールメインの制作をしているんですが、ポージング大体こんな感じかなというふうに決めました。次からモビルドールメインの動画出そうと思ってるんですけれども、そのあたりちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。でもう一つはカラーモジュレーションとかフィルタリングをされてる作品っていうのが特に僕の中ではスッと入っていったって感じですね。個人的にやってる手法っていうのはベタ塗りが多くて、まあ、グラデーションできなくはないんですが、そのロボットの立体感を出すっていう手法っていう観点でグラデーションをやったことがないので、今後はそういう作品が似合うなって思ったものに関してはちょっとカラーモジュレーションだったりフィルタリングと呼ばれる手法を用いて、その作品に立体感を持たせる塗装をやってみたいなというふうに思いました。ダグラムだったりいろんなそのロボットものの塗装の表現としては非常に有効ですし、もともとスケールモデルにも使われるような表現なので、僕は今までやったことのないものの中で自分の中に吸収できそうなものっていうのはそういったものがあるのかなというふうに思いました。なので今後そのまだやったことのないところっていうのも動画で上げつつ、やったことのない人向けにも発信しつつ自分でも成長していけたらなというふうに、その黒立ち上げとかグラデーションとかってあんまりまだやったことがないので、そういったところを、そういったそのベタ塗り以外の塗装の表現っていうのを積極的にやってみたいなというふうに思ってます。ということでいかがだったでしょうか。もちろんそのすごい作品っていうのはいっぱいあって、そのただ自分の手の届かない範囲だったりするっていうことが結構あると思うんで、まずは自分の中でできそうなものっていうのを少しずつ消化しながら自分の作品に反映していくっていうやり方の方がいいのかなというふうに思ってます。まあ、何よりもそのできるできない以前に自分が楽しむことっていうのが一番大切だと思うんで、楽しめない間はこう他人の作品を見て刺激をもらったり、自分がこうしたいああしたいっていうのを明確にするっていうプロセスっていうのは非常に必要なのかなと思います。あんまりこういう話しないですけど、自分が作ったものである以上はやっぱり自分で、まあ、責任を持つというと固いかもしれませんが、どういった部分は好きでこういったところは直したいっていうのは必ずあると思うので、まあ、そういった気持ちを持つっていうことは大切なのかなというふうに思います。何よりも自分が楽しめなければ意味ないなと思ってますんで、なんかこうそういったことをこのチャンネルを通じて応援できればなというふうにも思ってます。まあ、少し熱く語ってしまったのもあるんですが、とにかく自分がまず楽しみましょう。そしていろいろな形で発信してみましょう。とにかくその自分が展示会に参加した時に何かこう自分で取り入れられそうなことっていうのを、まあ、2つ持ち帰りたいっていうふうに常々思ってます。まあ、そういったこともあって今回こういった話をさせていただいたんですけれども、別にそんなことを深く考える必要はないですし、まあ、ただこうやって発信してる以上は何か自分は持ち帰った方がいいかなと思って今回この話をさせていただきました。ということで、まあ、展示会の話薄かったかもしれないですが、今回2点取り入れたいなというふうに考えてまして、ガール系のプラモデルのポージングとカラーモジュレーションフィルタリングについて今後自分で取り入れていきたいなと思ってます。ただ、まあ、口だけになるのもあれなんで、そういったことをチャンネルを通じて発信できればなというふうに思ってます。もしこのチャンネルの動画が気になる方がいらっしゃればチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで本日はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。それではひいよいでした。